一、商人浮き跡。二、人しうや城市比、三、人し浮き跡。四、人浮し浮きし、正人浮きは、徳島県長郡長町古庭座船津の上にあった、日本の城石。中川右岸の断球崖上に築かれた城管跡で、現在は、遺構が埋没した旗となっているが、城の田という地名で残っている。北川を、中川本流。 南側と東側を城の谷と呼ばれる小谷に囲まれ、西側には空堀が作られている。1585年に、八須貝栄政が阿波国に入部するまでに宇谷を抑えていた湯浅市の居城であり、湯浅市を首謀者とする一揆が、八須貝市家臣、山田宗重により鎮圧された後、破却されたと考えられている。 福永元久や徳島県発行の遺跡分布地図では、本校の城郭遺構を、精進浮きとし、ここから 1.8km 東の恵比寿神社境内にある、城郭遺構を、阿波九条の一つ、稲し浮きとしているが、日本城郭体系十五巻などでは、本校の城郭遺構を、稲し浮きとして掲載している。なお、近くにある長町立和時期小学校校内には、 ひとし宇山城市碑があり、中川の対岸、ひとし堺地区の民地にもひとし浮市しがあるなど、直接城石ではない地点に石碑類が複数存在する。2017年4月から徳島県立埋蔵文化財総合センターが実施した本工城各地点の発掘調査では、空堀や土橋、15棟以上の掘った手柱建物跡のほか、 二万点に上る十五世紀代を主体とする遺物が出土し、地元では精進浮き跡として確認したと報じられた。ありがとうございます。